9日にノエビアスタジアム神戸で行われたサッカー国内女子プロリーグ、w ーリーグの第9節、アイナック神戸レオネッサ対サンフレッチェ広島レジーナ戦では、アイナック神戸が終了間際のゴールで1-0と劇的な勝利を収め、首位をキープしました。この一戦でダズン配信中継の解説を担当していた元なでしこジャパン、サッカー日本女子代表、DF の川上直子氏が、 自身がパーソナリティを務めるラジオ番組で解説を担当していた時の状況などを明かしました。写真、なでしこジャパンでは右サイドバックでプレー現在は解説、ラジオパーソナリティなどで活躍川上直子氏。攻防杯覇者とウィーリーグカップウィナーとの対決は一進一退の攻防が続きましたが、両者決め手に書き、スコアレスドローになるかと思われました。その中で川上氏は、 試合の解説だけでなく、試合後の選手や監督インタビューも担当するため、試合終盤に解説席からピッチレベルに移動を開始。引き分けの場合はホームチームのアイナック神戸の選手がインタビュー対象者となり、そのチョイスは解説者に委ねられていたそうで、当初はフルス対決となった MF 松原由な選手か、スコアレスの場合はなでしこジャパン GK 山下彩香選手を、 川上氏は候補に挙げていたそうですしかし、試合は終了間際、アディショナルタイムに入った後に急展開。90プラス1分、アイナック神戸は、右サイドからの MF 北川光選手の直接フリーキックが相手 DF に跳ね返されるも、再び北川選手が拾って左足でペナルティーエリアに入ったところでシュートを狙うと、寄せていた S 広島 R の選手の手に当たり、 ハンドの判定で、PK を獲得。これを q 0プラス3分、エースのなでしこジャパン FW 田中みな選手が相手ボールキーパーの逆をつく冷静なシュートで決め切り、土壇場で均衡を破りました。当初、山下選手、松原選手、ジョルディ・フェロン監督への質問を想定してピッチサイドに降りていた川上氏。PK につながったシーンをせいで見られず、場内がざわざわと盛り上がった様子や、 広島のベンチから一斉にスタッフが飛び出して判定に異議を唱える様子を見て何が起きているのかと驚きその後に PK になっていたことを把握したと明かします試合はそのまま1-0で終了川上氏は中継インタビューで決勝点を決めた田中選手やマストでオーダーを出していたという松原選手そしてジョルディ監督に試合の感想などを聞いていました 試合から2日後のラジオ番組では、アイナック神戸が最後まで諦めず押し込んだことで得た PK だったと思う、と、ホームチームの粘り強さを評価していた川上氏。この試合のミップに、アイナック神戸 DF 竹茂明選手をピックアップ。失点ゼロで DF はみんなとても安定していたが、竹茂選手は相手のキーマンである9番の FWA のマミ選手に対して、 一列降りてボールを受けに行っても、しっかりそこで仕事をさせずに潰すなど、活躍が光っていた。また、北川選手へピンポイントパスを通す場面もあり、全体的に素晴らしかった。三シーズン目で安定感も増して、自信を持ってプレーできているように思う、と、21歳の長身センターバックを称えていました。アイナック神戸は次節、 16日に再びホームゲームに臨みます。この日は J1 ビッセル神戸との共同開催となり、午後2時からビッセルが、午後7時からアイナック神戸が、ノエスタで試合を実施。昨年に引き続き、神戸で j と e のダブルヘッダーが実現します。なお、当日のビッセル戦のチケット保持者は、アイナック神戸の試合も観戦が可能となっています。 次節のアイナック神戸対ジェフユナイテッド市原、千葉レディースでもダズン中継配信の解説を担当することが決まっている川上氏は、ビッセル神戸とのホームゲーム共催。ちょっと時間を潰して、19時、午後7時からのアイナック戦にもぜひ力をください。特にサッカーをしている少年少女に生で見てほしいし、夕方まで練習があってもそこから来られるので、 ぜひスタジアムに足を運んでください。と呼びかけていました。ラジオ関西、カンピオーネ、レオネッサ、2024年3月11日放送会より。